チワースタジオ。はい、皆さんこんばんは。10月の19日、中ちゃんの目指す幸せ配達人です。なんか今日すごい寒いんですけれども、もう10月なので、まあ、寒いのは、まあ、常識なのかもしれないですけど、もう10月、あと2ヶ月しか残ってない。で、私がですね、今日ゲストに迎える方なんですけど、1月から10月までの中で一番感動した体験の人が今日出ていただきます。で、そのね、味わった感動っていうのが歩くっていうね、この単純なことなんだけど、なんかよく人生で最初の一歩とか、一歩を踏み出すとか、人生を、良き人生を歩むとか言うじゃないですか。で、考えてみたら、なんか歩くっていうことを習ったことがないことに気づいて、で、その体験をした時に、次の日に体がものすごい痛かったんだけど、なんかこれ喜びの体の痛さだったのね。何回も言うけど、ちょっと私 MK なんですけども、ちょっと違う喜びのこう体の痛みで、それを今日ね、幸せを伝えるんですけども、ひょっとしたら魅力がありすぎて画面が溢れてフリーズする可能性がある。もう唯一それが心配で、今から登場してもらうんですけども、みんなよく見ててくださいよ。すごいからね、本当にすごいゲストです。いきます。歩く幸せ配達人、鈴木カレンさんです。で、この立ち姿だけ見てくださいよ。この姿、美しくありませんか？一応私、女性マイケル・ジャクソンって言ってるんですけども、もうこの、見て、フリーズしてないですか？大丈夫ですかね？なんかちょっと、こう、カメラ目線がこれですね。バーッと来て、素晴らしい。で、今日のゲストの鈴木カレンさんです。どうぞ。はい、よろしくお願いいたします。で、アシスタントしていただきま す, ますアシスタント怒られちゃいますね。拓郎さん、すいません、はい、先ほどの番組に出て、小林さんの、私ちょっと今大ファンになってるんですけども、小林さんのサポートやっていただいてたんですけど、私がちょっとコンピューターがちょっと強いんで、ちょっと強さに強さをぶつけてみたいということで、今日ちょっと横にいていただいてます。じゃあ早速いじってみたいと思うんですけど、こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、歩くのが仕事なんですけれども、はい、まあ、小さい頃から私も歩いてるわけですよね、でもこの職業として歩くっていうのにはやっぱり、はい、それなりの転換期があったり出会いがあるわけですね。それはどんな感じなんですか？そうですね、私もともと体を動かすこととか運動とか苦手なタイプでして、で、見えない、はい、よく言っていただけるんですけども、はい、なのでやっぱり皆さんそうですけど、体の歪みだったりとか、やっぱり体を動かさないといろんなところに不具合があったりすると思うんですね。で、その中で、私ある時膝を痛めてしまいまして、で、まあ、病名で言うと
変形性膝関節症という、ある程度お年寄りの方がなるという、病気でして、うん、でその時にやっぱりかなり痛めてしまったので歩くのがやっぱり大変になってしまって、うん、でその時いろんな病院を行ったんですけど何っていう自分の中で腑に落ちる、治療法がなくて、である時病院の先生が良くなったら少し歩かないと筋肉が衰えてしまうから歩きなさいってことを言っていただいて、でその時にじゃあどうやって歩いたらいいんだろうっていうところを思ったところから、もう書店に行きまして体の本とかいろいろこう目にする中で目に留まったのがデューク・サライエの本だったんですね。でその当時、もうテレビではかなり有名だったんですけども、その当時って何年前ですか、ちょうど7年前ですね。7年前、うん、で私は実際テレビでの知らなかったんですね。あ、サライエさんがテレビの有名人だと知らなかった、はい、はい、知らなかったです、うん、でその本を見た時になんかビビビッときて、うん、この歩き方で歩いたら私元気になれるかもと思って、意外と単純なタイプ、そうだかもしれないですね、はい、単細胞なので、はいはい、ね、共通点がありました。あ、そうですか、嬉しいですで本を買ってきてもう見よう見まねでお家でエクササイズをしていたら、うん、やっぱり体のどこか不調があるとどうしても心も、うんうん、やっぱりマイナス思考になってしまったり、うん、外に出かけることお化粧したりおいしいもの食べたりとかそういうのがやっぱりどんどんこんな意識的にちょっとマイナスになってしまう部分もあったんですけれども、うん、だんだんなんか心も体も元気になっていて、うん、でその時私もやっぱり健康でないとこれから先に、うん、健康でやっぱり人生を過ごしたいって思った時だったので、はい、仕事もリセットしてもう本当に病院とそんな仕事って何やってたんですか。前はエステの仕事をしていたんですけども、結構重労働、ね、そうですね、やっぱりそういった仕事もやっぱり体に負担っていう部分があったと思うんですけどもね、うん、である程度こうお家でエクササイズをしたり病院に行ったりという中で、うん、だいぶ体の方が元気になってきて、うん、でそんな生活しかしてなかったので、うん、友達が見るに見かねて、うん、少し良くなったんだったら リフレッシュに旅行に行こうと誘ってくれて、うん、はい、で初めてその時はヨーロッパに行ったんですけども、はい、もう本当にサポーターをしてスニーカーを履いてという状況の中で行って、うん、でそこの、旅先のパリで偶然デューク・サライエに会いまして、でもそんな偶然ってあるのかな。私もすごいびっくりしました、うん、だって普通ないでしょ、本読んで、 そうですよね、その先生に旅行先で、はい、そこにいると知って行ったわけじゃないわけだよね。はい、そうですね、うん、タイミングがちょっとでもずれれば、うん、会っていなかったかもしれない。そしたらね、その時 の、はい、その会った時自分がどう感じたの、はい、私あんまりこうミーハーな方じゃないんで、例えば芸能人がいても、うん、あんまりこう近くに寄ってって写真を撮ったりとかないんですね、うん、でもその時は友達の手をさすがに掴んで、うん、あの人と写真が撮りたいから撮って、うん、って言って近くまで行ったんですね。で写真撮らせていただいて、でいろいろ私のお話をさせていただいて、すごく気さくに対応してくださったので、うん、もう日本に帰ってきたらとにかくもう習いに行こうって思って、うん、はい、日本に帰ってきました。それがじゃあ出会いでこの道に入ったあれなの。そうですね、で、うん、最初のきっかけは、そのレッスンに習いに行ければいいかなと思って、うん、で教室に問い合わせたんですけれども、うん、その当時ですからもうキャンセル待ち状態で、うん、何年先に習えるか分かりませんとお返事が来まして、うん、でインストラクターの道でしたら、うん、とりあえず入門できます、すぐ入門できますと、はい、でちょっと悩んだんですけどね、体もこんな状態だし、うん、そんなインストラクターのところに入っちゃって大丈夫かなと思ったんですけども、うん、その道しかなくて、うん、でとりあえず入ってお話をしたら、じゃあ体を治しながら、うん、お勉強すれば資格が取れるから、うん、同時にお勉強してみたらどうっていう話をいただいたので、うん、はい、そこから勉強させていただいて今こんな風に教える仕事。それでそのホームページに出てるその公認なんとかっていう、はい、そうですね、なんか難しい単語エマニュエル夫人じゃなくて、なんだっけマエストロという、マエストロ、はい、なんかそれはやっぱりランクで一番上なんですか。そうですね、一応デュークズウォークの中では最高位として、うん、はい、自分でもスクールを持って運営していい。そうですね、教室を持って、はい、うん、はい、で実際に教室も、はい、持ってるんですよね、はい、はい、そうですね、うん、ちょっとホームページの方は映りますかね。こちら今写真が、はい、デュークさんですね、はい、そうですね、はい、毎年5月の F1 グランプリの時はモナコの方に行かせていただいて、はい、その時に今年撮影したものです。あ、今年ですか。はい、うん、なるほど、はい、
ちょっとこう下に行ってみたいんですけど、なんか私もちょっとこうやっぱりさすがいろいろ調べたんですけど、なんか、ええ、ここじゃなくてブログの方が使用前使用後みたいなのがあったんですけど、ブログですね、ブログですね、はい、これちょっとあとね、ここのあの、はい、美尻と美脚と、美尻と美脚ですよねこれ実際には、はい、これが始める前、それは、まあ、ちょっと始めてからなんですけれども、うん、あの体型で言うと、うん、やっぱり私あの女性特有の下半身ぽっちゃりだったりとか、うん、猫背だったりあのそういう体型をしてたんですけれども、うん、本当にウォーキングを始めて体型も体調も180度変わりました、うん、その180度ちょっと見てみましょうか、はい、アフターを。あー、やっぱりなんかお尻が少し上がってる感じがしますよね。そうですね、ヒップアップしていて、はい、あとは皆さん女性の方特にお悩みな二の腕とか、はいはい、そういった部分もすっきりしてきます、ね、これ別に矯正下着なわけじゃないですね。あ、違います違います、はい、もうすごいな。これはもうあのそうですね、もう一つの足の方見ていいですか。はい、足の方ですね。で、はい、足も結構皆さん膝上にお肉がついたりとか、うん、そういった方もいらっしゃるんです。これもでも健康的な感じしますけどね、はい、少しこれもウォーキング始めてからの写真で初めてそういう短いのを履いたんですね。それまで履けなくて恥ずかしくて、でもうだいぶ足も綺麗になったんだからいいんじゃないのって言われて借りて履いたんですけれども、うんうん、でその翌年ですね、もうあの膝周りが、はい、全然変わりましたね。これは本当にあの他のこと何もできないので本当に今のデュークズウォークしかしてません、うん、恋をして細くなったわけじゃなくて、はい、あ、それはしたいですけどね、なかなか。なるほど、みんな俺もちょっとやんなきゃいけないかなあ、でもすごいね。でさっきね、あの、はい、私聞いてちょっと驚いたことがあって、ちょっとそのなんか雑誌のページ出してもらっていいですか。最初の、はい、トップですね、これ、そのビストーリーという大きいやつ、はい、これ何月号ですか。これ8月号ですね。皆さん、この8月号でカレンさん実はヌードになったそうですはい、この8月号に今この服着てますけどヌードになれたそうですよ。はい、なんと大胆な。そうですよね、すいません、よだれ出てないですかね大丈夫ですかねでそれ聞いてたら今日買って持ってきたんですけどもさっき聞いたもんだから失礼しました。でも、はい、それはなんでそうしたんですか。そうですね、私自身がもともとそういった体験もそうですし、いろいろ、まあ、コンプレックスがたくさんやっぱりありまして、うん、で仕事も前はそのエステの仕事だったりとか、やっぱり自分を少しでも磨きながら仕事ができる中で、うん、なんか女性としてなんか自信がつく仕事に就きたいなと思って、うん、いたんですけれども、やっぱりウォーキングに出会って本当に体も心も考え方とか、うん、そういったやっぱり歩くってすごく深いなと、人生を歩むっていう意味でもすごく、うん、本当そうだよね、はい、深いな。そういう言葉はついてるもんね、はい、でやっぱりどん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 やっぱり心も体も変わっていって、うん、今こんなすごくハッピーでいられる自分を残しておきたいなって思ったんですね。でその時にちょうどたまたまそのビストーリーでそういったヌード募集っていうのがありまして、募集に自分で応募したんです。それもするべきだったかな、はい、女性のみなので、あ、女性だけ、はい、あ、じゃあダメだね、はい、でその中から、まあ、その時は500通ぐらいですかね、応募された中で11人の中に選ばれまして、すごい。で最終選考が、まあ、あの編集長の方と、あとは写真家の当日撮っていただいた野村誠一先生と、あとは加納京子さんが審査員で、最終審査員 でその日も1日しかなかったので、そこに、面接に来られなければアウトだったんですけども、うん、たまたまその時に行けて、これも本当にラッキーですね、はい、でそこで最後、はい、11人残りまして、でこれを私がこの雑誌買うと、はい、カレンさんだと分かる。もちろん分かります、あの名前も出てますからお、はい、11人で集合で撮ってる写真と、うん、あとは何人かだけピンで撮っていただいて、私もピンで出ておりますので、すごい、はい、すごくいい記念になりました、はい、
買おうかな。ぜひバックナンバーでお買い求めくださいませ。まず注文から。ここでアマゾンで注文したら番組終わっちゃうじゃないですか。でこれに出て今リュックさんっていうのは何してるんですか。まあ、お茶モナコにもありまして、はい、もちろん日本にもあるんですけれども、うん、大体3分の2は日本で活動、うん、もう全国各地で、うん、はい、ウォーキング活動してますね。はい、なんかちょっと福島の、はい、うん、そうですね、まあ、震災があったことで、うん、まあ、皆さんの元気を、うんうん、ウォーキングを通して、うん、被災地の方に行きまして、皆さんの、まあ、お子さんから大人の方まで健康体操というのを、はい、健康体操、健康体操、はい、やっております。なるほど。じゃあ、はい、今福島の方でかなりやられてる。そうですね、うん、やっぱり、ね、放射能とかの問題がありますので、皆さん本当に自由に外で動いたりとか、うん、そういったのができないストレスもありますので、うん、家の中で体育館をお借りしてレッスンをしたりとかっていう部分ですね。であとはやっぱり小学校なんか私も行かせていただいたんですけれども、うん、登下校が必ずこうマスクを着用ということで、はいはい、デューク先生もそういうやっぱり子どもたちを守りたいっていう活動の中から、うん、今回そのマスクの中で放射能を吸着するキャプチャーシートでカットするという、もう体の中に入ってこないようにというのを作りまして、うん、それを今ホームページ、デュークサライのホームページの方でも出てるんですけれども、うん、ちょっと紹介できないですけど、はい、デュークサライさんのホームページに出てる、はいはいはい、出ております、うん、はい、そういった活動も、はい、しております。なるほどね、はい、まあ、せっかくほら今日ね人形さんじゃないですか、実物が来てるんで、はい、ちょっと実演を今からねいろいろやってもらった方が多分いいのかなと考えてて、ええ、私が今日はちょっと広めのスタジオを手配させていただきました。はい、ありがとうございます。そんなことですよね。ちょっとじゃあ前の方に出てちょっと、はい、あとは自由にやっていただいて結構なんで、はい、はい、そうですね。じゃあ、はい、まずは女性向けの方がいいのかもしれないですね。そうですね、はい、基本的にやっぱり皆さんこう歩くというのも、はい、普段意識で持たないで歩いてると思うんですけども、私がその最初にデュクスサライがモナコの方に住んでますので、はい、ヨーロッパに行かせていただいたときに、向こうでは学校の中で学校の授業の中で歩きのレッスンが、小さい時からそういったマナーとかしつけという部分で歩きのレッスンがあるということで、ものすごく刺激を受けたんですね。でやっぱり日本ではまだまだ歩き方って昔の文化で言ったら着物文化だったり、あとはこうすり足文化だったりするので、はい、皆さんどうしても足元がこう歩幅がこうペタ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 という歩き方になってしまうので、はいはい、やっぱりそこしっかりと歩幅を取ってぐんぐん歩く。あ、綺麗だな。歩幅を取って歩くことができると、実は体の中の機能も変わりますよということなんですね。なので、でもこのじゃあ綺麗にこうスパーッと歩くと言っても、なかなか今までの、皆さんの体の癖があったりすると、なかなかなんか小林さんも出たそうな感じですね。ぜひぜひ、はい、ね、え、皆さんご参加いただければと思うんですけれども、はい、なのでいろいろ、まあ、皆さんテレビでおなじみなこんなエクササイズだったりとか、こんなエクササイズをすることによって、うん、歩く機能をですね高めていって、たくさんの量ではなくて質ですよという歩き方を提唱しております、うん、なのでいろんなコミカルなエクササイズがあるんですけども、はい、20分以上はありますか。25分ぐらいあるんで。あ、そうですか、はい、じゃあせっかくですから、はい、一緒にご参加していただいて、はい、ちょっとじゃあすいません、レオタードに着替えてって言ったんですけど、今日は着替えようとしたらですね、スキンズっていうのを買ったんですけど、事務所で事務所潰す気かって言われたんで、ちょっとこのまま来ました。だからリーマンショック以上にショック受けるんじゃないですか、ね。はい、もしよかったら上着を脱いでいただいた方が動きやすいかなと。はい、ズボンはいいですか。入ってズボンは入っていただいた方が多分その方がよろしいかと思います。はい、じゃあそれで、はい、じゃあ田村さんも行ったら真ん中の方で、はい、私ちょっと端の方で、じゃあまずその皆さんの体の機能ですね。はい、先ほど、その福島でもやってます健康体操という、はい、これでたった1分間なんですけども、皆さんの体をやっぱり元気にして、はい、そして、健康な人は体のラインって美しいです。美しい人は健康になっていくので、そういったちょっとボディを作るというエクササイズをいきたいと思います。先生、ちょっとメガネ外していいですか。あ、どうぞどうぞ。素顔あんまり見せたくない。
今日はかなり得点満載ですね、はい、今日はすごいですね、すごいですね、はい、やばいですでは一つ目です、はい、一つ目はまず脇をこんな風に閉じて、はい、肩を後ろに回していきます。はい、後ろに後ろに回していきますね。で回すことによって実はこれ肩関節を動かすことで股関節を柔らかくします、うん、なのでつながってます。体っていろんなところが連動しているので、あの股関節を柔らかくしたいから足だけ動かすのとかではなくて、うん、こんなところを動かしてあげると実はスムーズに歩けたり足元が軽くなったりします。はい、でこの時にちょっと軽く足踏みをつけていただいて、で皆さん一生懸命 やろうとすると呼吸が止まってしまうので、うん、デュークゾークおなじみのシュン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 という感じ。そうですそうです、シュン、はい、これ次2つ目いいですか、はい、1つ目になります。まだ2つ目は、はい、あのトルソーウォークというね、これはあのデュークさんのお箱でございますが、はいはい、あ素晴らしいですね、手がすぐできましたね、上にぐんぐんぐんと伸び上がります。はい、で皆さん同時にこう右に倒しましょうか。はい、これでは効きませんので、うん、右斜め後ろに手をぐーっと後ろに引いていきます、はい、そうするとこの脇腹の部分ですね、ここが効いてきます。ここですね、効いてますね。そこから足を釣りそうだよそこから反対に指先で半円を描くように反対にシュンシュンホッシュンシュンホッシュンホッシャーンという感じです。はい、これも結構効きますね。はい、コブラすごいね、でもね。コブラですか。これコブラ、体がこう上にぐーっと引き上げられますので、皆さんの、ね、内臓も元気になりますね。はい、であとは体がこうひねれなくなってくると、皆さんの体って老化します。あ、例えば物事を、ね、物を持った時によいしょ、よいしょと体がこう、こういう動作ですね、なってくると、皆さんの体ってどんどん老化していきますので、はい、こうひねれる体を作っていく。これはね、あの腰痛なんかにもいいので、結構ね皆さん悩まれてる方もいらっしゃるので、はい、やっていただくといいですね。で3つ目です。3つ目は今度はこのあばらの部分です。これをしっかりと開くことによって内臓を元気にするってことですね。あとはこの脇腹、ここが緩んでくると皆さん一番気にされているお腹周りがドンとなってくるので、この脇腹をしっかりと伸ばすというエクササイズです。これ肩のラインで手を構えて、この肘が天井を向くように上にぐん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 と引き上げてますね。この脇腹がしっかりと伸びるように、そこから反対にシュンホッシュンホッシュンホッシュンシューンっていう感じです。これシュンならダメなんですか。あ、シュンでもピュンでもポンでもいいんですけどねとにかく呼吸を吐くということが、はい、シュンシュンシュンですね、吐いてあげることが皆さんより元気になりますので、今の3つを組み合わせます。で最後に呼吸法ですね、免疫力と、そして今まあ放射能も騒がれてますので、甲状腺の機能を安定させるということで呼吸法です。体を前にこんな風に倒してシュンと呼吸します。で今度はデコルテを開いてシュッと伸ばして、もう一度シュン、で今度は下で胸を突き上げるようにシュッという感じでラスト呼吸を入れていきたいと思います。それではちょっと3つのエクササイズ、はい、続けて1分間いってみたいと思いますね。はい、はい、それでは脇を足していきます。せーの、シュンシュンシュン、そうですそうです、シュン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 、今度は手を上に上げていきます。右からせーの、シュンホッシュンホッシュンシュンホッ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 シュン、今度は脇腹伸ばします。左の肘を上げる方からシュンホッ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 シュン、もう一度脇を閉じてシュン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 、そうなんです、これ難しいんですね。肩こりとかある人は結構手が回らないので後ろに後ろに意識するといいですね。手が回らないっていうのはちょっと違いますね手は上に、今度はぐんぐんぐんと上げて右からシュンホッ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 シュン、今度は脇腹伸ばします。左からシュンホッ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 シュン、ラストでシュン、最後呼吸です。体を前にシュン、そしてデコルテを開きます。もう一度シュン、今度は下でシュッと胸を開いていきます。もう一度シュン、上で
とシュン、ラストでシュー、 OK です。これでちょっと今日ゆっくりやりましたけども、だいたい1分くらいですね。すごいでも疲れるよね、はい、そうですね。多分皆さんね、このあたりをね使わないと思うんですね。歩くときにどうしてもここがこう冷蔵庫のように動かなくて、手先足先だけで歩く方って多いので、この体のね真ん中の部分を上手に動かしてあげると、これあの筋肉でいうと表側ってあの表層筋っていうね、あのアウターマッスルなんて言いますね。これは鍛えれば鍛えるほど硬くなってすごく強そうに見えるんですけども、鍛えないと一気に衰えてしまう筋肉ね、よくあのお腹周りとかもたくさん、ね、鍛えてる方いらっしゃいますけど、お腹がの筋肉が硬くなるとあの内臓も硬くなってしまうので、うん、ちょっと体調崩しやすかったりなんていうこともありますね。で、体の中のインナーマッスル、これは骨を支える筋肉なので、あの体の軸を作ったり、体がこう揺れないぶれない歩き方になってくるので、インナーマッスルもすごく大切ですね、はい、で今鍛えたのが中層筋という筋肉で、これは皆さんが生きていくために一番大切な筋肉というのは、例えば心臓がこれ止まったらいけませんね、呼吸をする、うん、こういったあの機能をしているのが中層筋というところ、これ皆さんの安定筋とか貯金筋って言われてますので、今の動きをしていただくとその筋肉が、ね、どん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 こう健康を貯金してくれます、うん、はい、そうするとちょっと体がねあの風邪ひいちゃったかななんて言ってもすぐに蘇る体になってくるので、これね1分間ぜひぜひ健康体操をやっていただけるといいかなと思いますね。こんな風に体を動かして、まず皆さんの機能を整えます。もっとたくさんいろいろあるんですけども、今日はね皆さんにちょっと分かりやすく簡単にねあのいくつか紹介できればなと思います。で今度はこう歩くときに立ち方なんですが、これもすごく大切で、これができて歩くのと、もう本当にむやみやったらに歩くのとではね全く違いますよという立ち方あのを今日はご伝授したいと思います。全然一緒ですか？これは一緒です、一緒です。あの機能とするとね一緒なので、皆さんあのどこ気にされますかっていうと、周りのお肉ね、お腹のお肉とか、ね、いろんなところお肉気にされますけども一番最初の骨の土台ですね。でこの中で大切にしているのが仙骨という骨、うん、結構今ね皆さんあの言われてますけど、あ、そうです、さすがですね、教えていただきました、はい、そうですね、ちょうどこの骨盤と背骨をジョイントしているここに仙骨という骨がありますね。これがしっかりと、まあ、立てるという表現しますけれども、これがあることによって人間が立って歩ける動物になったと言われる、あのすごくあの機能としては、ね、かなり高い骨になっているんですね。これがこうグニャンとかグニャンとか曲がってくると、上に来る背骨がやっぱり歪んでくるので、いろんな機能がやっぱりあの不具合が出てきます。で今ねあのお二人とも綺麗に立ってますけれども、これはまあ私たちでいう横のものを縦に立てただけという立ち方なります。その証拠にですね、ちょっと横から失礼しますね、ポンと押すと多分あのいい感じにあの桜的な感じで倒れていただきますけど、これもう誰でも、そうですね、はい、そうですね、じゃあそうですね、はい、倒れていただきますね。これも本当にあの誰が私ちょっと聞いたけど、はい、でも倒れます、はい、倒れますね。でこれは倒れない地に足のついた立ち方というのをいきたいと思います。これちょっと3人ですってみましょうね。まずはね、つま先とかかとつけます。はい、でつま先を握り拳2つ分開いてますね、はい、で膝に手を当てて内側から曲げたところからパッと開いていきます、はい、で手を外して上半身をクン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 と起こしていきますね。そうです、そうです。ちょっとね、あの最初のそうです、ね、最初の時はきついかもしれない。そこから目にスッと当てて、お尻をキュッとします。はい、もう一度いきましょう。もう一度曲げたところから膝をパッと開いていきます。で手を外して上半身をクンクンクンと起こしていきますね。そこから上にスッと上がってお尻をキュッとします。でこの状態でそんなにね、はい、あの何というね、ちょっと綺麗に立ててるかなという感じくらいだと思うんですけども、横から先ほどのように押すとこう全然こう揺れないという本当だ、揺れないという体になりますね。でこれを、はい、3回やります。もう一度やります。もう一度曲げたところからパッと、で上半身をクン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 と、そこから上にスッと、お尻をキュッとします。でつま先を内側に戻します。もしスペースがあったら前に3歩歩きます。スペースがない場合はここで足踏み3歩します。はい、右からせーの、1、2、3、ちょっと足を揃えて、もうこれだけで体が覚えてますので、さっきは横から押したら揺れますが、この状態でもう揺れない体になるという、はい、これが正しい立ち方という形でやっております。
でこの状態で歩くのと、先ほどのようにフラ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 っといった状態で歩くのとでは、スタート地点が一緒でもゴールが全く変わってくるという。満員電車にもね、満員電車、そうですね、あ、まあ、そうですね、はい、これ電車の中 でちょっと迷惑かもしれませんけど、ホームでやってから乗るってのですね。はい、そうですね、ホームでぜひやってください。なんだって見てる人がいたら一緒に呼んで、一緒にやっていただければいいかな。ゆうこさん知らないのとはい、やっていただければいいと思いますね。これがやっぱり、今の立ち方ができることで、東洋医学でいうと気・血水、気の流れ、血の流れ、水の流れが良くなりますよ。で西洋医学でいうと、この背骨の真ん中っていうのはね、たくさんの神経が通ってますので、自律神経が整って、はい、どん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 健康な体になっていくという立ち方になっていきますので、これをやってからぜひぜひ歩いていただけると、はい、いいかなと思いますね。でその時に意識したいのが、男性の方ですと、例えば足がこう外に出てしまう、歩いた時にこう足がね外にこう出てしまう。で女性の方はこう内側に、内股になってしまうという方が多いんですけれども、歩く方向と足の方向が進行方向になるんですね。で、かかとから着地した時の膝が曲がらないということですね。そうすると後ろ足ですね、このハムストリングスを使えて、お尻がキュッとヒップアップしていきます。で女性の方は、軽く膝と膝がちょっとタッチするような感じで内側に向けてください。で男性の方は膝が同じ進行方向に向くように足を出していただくと、これきれいに歩いてますね。結構足元がね、女性の方でもちょっと開き気味の、はい、方とかもいらっしゃるので、ちょっとエレガントにちょっと軽くタッチさせていただくと、内側ってどうしてもなかなかね、鍛えにくかったりして、皆さんお悩みの方が多いと思うんですけども、内側からキュッときれいな足になってきますね。で簡単なのはどこを意識するかっていうと、この歩いた時の、まあ、一本の線のを意識するんですが、じゃあ一本の線の上歩きましょうっていうと、大体皆さん目線がこう下をね向いてしまうと、今、はい、仙骨を立ててきれいな姿勢が取れたので、もうちょっと目線を高くしたいですね。その時に体の中心のおへそから一本の線が前にプシュッと出てきます。ここに一本の線をイメージしていただいて、そこに足元をスッと下ろしていただくと、自然とここに足元が伸びてきます。そうするとこう下を見なくても、この線の上を歩いていただくと、自然と筋肉が歩けるということですね。はい、こんな風にちょっともう意識が姿勢が違うような、それだけで気がしますけど、モデルになったかな、モデルそんな気がしますよね。はい、なのでせっかくですが、ちょっと横から歩いてみますか。ちょっと攻撃に違うドキッとした、耐えられないでもパーソナリティですから、ここはそうですね、はい。でその時にですね、はい、今そのおへそからって言いますね、はい、ここのちょうどおへその真後ろ、命門って命の門と書くツボがあるんですね、はい、ここからちょっと足を出すようにして歩いていただくと、体が軽いのが分かりますか。軽いね、はい、お、軽い軽い、ちょっと行ってますか。はい、はい、ここですね、おへその真後ろですね、はい、そこからスッ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 垂れていただく。まあいいじゃないですか、うん、そうですね、自分ではできるようになった。なんか違いますね、なんかスーッとそうですね、が押し出されて進行する感じが、はい、体がこう軽い感覚で押し出される感覚があると思うので、普段はね、皆さんじゃあ誰かすいません押してくださいっていうわけにはいかないので、自分でちょっとこのね、おへそのちょうど真後ろですね、ここをクリ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 ーというふうにちょっと意識して、そこからスッと歩いていただくと綺麗に歩けるように。でも全然結構ほら、仕事だとバッグ持ってたりするじゃないですか、はい、そうするとなかなかそういう風にはいかないよね。そうですね、バッグを持っていろんな持ち方っていうのがあるんですけども、うん、それもちょっとあれですかね。そうですね、はい、ちょっとバッグをお借りできたら、はい、あ、いいでしょうか、ありがとうございますお持ちいただいて、はい、まあ女性の方も男性の方も基本は一緒なんですけれども、大体皆さんね、こう親指人差し指からこうグッと持ってしまうと、うん、こっち側が張ってきてこっち側がたるみます、はい、なので小指から指3本で持ちます。で女性の方は親指と人差し指を軽く添えていただいて、若干ちょっと後ろ気味ですね、こんな風に持っていただいて歩いていただくと綺麗です。はい、そうするとこちら側を使わなくて二の腕の後ろ側、背中側を使いますので、これだけでも自然とエクササイズになりますね。で男性の方はちょっとこれを指添えてしまうとエレガントになりすぎてしまうので、はい、指3本持ったら
親指と人差し指を軽く添えていただいて、うん、重心は後ろばかりで持っていただくと、基本的には同じなの、同じですね、はい、重心一緒です、はい、あとはこう手に持つ、これは女性の方多いと思うんですけども、こんな風に持ってる方多いですね。これ自称おばちゃん持ちと呼んでますが、うん、これでバッグの面積と体の面積と同じに考えていただくといいんですけども、体の面積も少ない方が細く見えますね。バッグの面積も実は少ない方が細く見えますので、これ脇に持ってきます、はい、でこういう風に手の平が上に来ると実は重たさってさらに感じるんですね。手をちょっと返していただく、ちょっとハンカチーフを軽く掴むようにする。そうするとここでかなり重さをブロックしてくれるので、はい、バッグの重たさが、体感が変わりますね。でその時にちょっと若干こう後ろ気味に持っていただいて歩いていただくと、もうこれだけでエレガントに、はい、歩けますね。大体こう前がかりで、ね、ガン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 って感じで、ね、歩いてる方が多いので、ちょっと後ろがかりで持っていただくってことですね、はい。あとは肩にかけるとき、肩にかけるときですね。これも皆さんのヒップと一緒で、バックのヒップが上がってる方が綺麗です。ああ、なるほど、はい。確かに。で、こちらがですね、まあ、こういったバックはちょっと、そこを持っていただいて、歩いていただくと、もう背中のラインが綺麗に歩いていただくんですね。あとはこう、何かこう、空いてる、口の空いてるバックでしたら、こんな風にちょっと親指なんかをクッと入れていただいて、で、後ろばかりでスッスッ歩いていただくと、かなりカジュアルに、かっこよく歩けますね。で、こう皆さん、前がかりで。ね、こんな感じで泥棒さんみたいな感じになってしまうので、まあ危険なところはもちろん前がかりで持っていただいていいんですけども、後ろがかりで持っていただいた方がより、これも普段の生活の中でエクササイズみたいですね。どうしても背中側って、日本人って猫背じゃないですけど、ちょっと若干こう肩が入ってしまうという方多いので、背中側にやっぱりお肉がついてくると、背中側は若さの象徴と言われてますので、うん、背中のラインが綺麗だと、はい、どんどん若くなります。こんな感じでしょうかね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱり違うもんだな、ね、背中なんですね。で、今日ちょっと全部ね、はい、内容は紹介できなかったんですけど、実はちょっとビデオとか、はい、なんとか堂、任天堂、はい、DS とか、はい、が2番目ですね、あるんですね。これですね、はい、それも私も出演しております、はい、これに出てるんですか。はい、出てます、はいはいはい、これは任天堂の DS とか、はい、あとは、あと本も出てるんですよね、はい、ウォーキング力、はい、こんなのもこれは全部カレンさんのホームページからいけるんですかね。はい、はい、入れます。あとはデュークサライエのオンラインショップもありますので、うんうん、はい、そういったところから見ていただくと。でもやっぱり結構ちょっとやっただけでもなんか気持ちがいいですよね。そうです ね、 ね、やっぱり健康って体重ではなくて体が軽いこと、うん、やっぱりそれがこう出かけたいなって思ったり、ちょっと体が重たいと、うん、なんかしんどいな、今日は疲れたなっていう感覚になるので、うん、やっぱり軽い体を作っておいてあげるというのがすごくいいと思いますね、うん、ね、はい、今日ちょっとタイトルをちょっと失敗したかなと思ったら、今これやってみて、なんかやっぱりこれってやっぱりなんか心と贅肉の断捨離みたいなね。素晴らしい。そんな感じですよね。そうするとなんか自宅にね、なんか直線一気みたいなのあるじゃないですか。そういうなんか器具も全部必要なくなるかもしれないんで、かなり断捨離になるっていうか、やっぱりこう自分の体ってまだこう未知数っていうかね。そうですね。すごいこう。何でもできるんじゃないかっていうのをね、すごい体感できるし、はい、ぜひですね、これやってみないとわからないことなので、ぜひカレンさんのホームページに、あ、チュークラさんね、カレンちゃんって打つと競馬馬が出てきますんで。そうですね、すごいですね、優勝したカレンちゃん、優勝したカレンちゃん10番が出てくるんで、すいません。必ずウォーキングとか続きカレンさんとか入れないと出てこないん で、はい、でぜひですね、教室もいくつか東京でもやってるんですよね、はいはい、やっております。まあ、それに実は私もこの前参加させていただきまして、私もちょっと伝道師になろうかなっていう。素晴らしい、嬉しいです。いやいや、ちょっと冗談ですけどね。慣れるわけないんですけど、ただ何を言いたいかっていうと、やっぱり
体験してみて初めて分かることってあるので、はい、やっぱり一歩踏み出す一歩っていうのはやっぱりでこの歩くってこととつながってるので、うん、ぜひ体験していただきたいと思います。体験でもいいんですよね、はい、全部コースになってるわけじゃないですよね。はい、あの体験もできますので、うん、はい、ぜひぜひあの問い合わせをいただけたらと思います。それはホームページに入るとあるんですよね。はい、そうですね、スクール一覧もありますし、うん、あとは私 の、はい、あの問い合わせ先もございますので、はい、そちらにメールの方であのご連絡いただければ。これにはヌードの写真は貼ってないんですよねすいません残念ながら、はい、こだわってるわけじゃないですよこだわってるわけじゃないですけど痛いだけですよ、まあ、買わないで済むんならそれがいいのかなと思ってやっぱり節約の時代なんで申し訳ございません、はい、なるほど、わかりました、まあ、今日はねちょっとあの全員あの多分見ながらやってた方も多いと思うんですよ。そうですね。でいまいちちょっと分からないところも実際あると思うので、はい、でビデオも本も確かにあるんですけど、ぜひ教室に行ってください、はい、私に会えるかもしれませんそっちがないです私にですねいやでもね本当、先月出させていただいたんで、はい、また、あるんですよね2回目は、はい、そうですね、はい、ぜひ参加したいと思いますので、はい、行きましょうね。はい、じゃあ、はい、今度一緒に行きますから、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、ということで今日は鈴木カレンさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱり歩くのすごいな、ね、すごい。もうこれ